こんにちは、エスウィンズのマサです。今回ご紹介する楽器はこちらになります。じゃーん、 CG コーン 6M の8スタンプというものをご紹介します。 6M っていうとですね、モデル的には結構長い間作られていたんですけれども、バンダイによって全然仕様が違うのがこちらの楽器の気をつけるところですね。一番いい時期には実はこの8スタンプというものがついております。ここ見ればわかるかな。このネックのね、ここのとこにあの8の文字のねスタンプがあるのわかりますかね。シリアルナンバーのところにも実はこのようにですね、8の文字が刻まれております。こちらの8スタンプという時期が一番その CG コーンの 6M の中ではですね、人気になっております。主な使用者としてはやはりチャーリー・パーカーは外せないでしょうね。彼が使用していたのがこの8スタンプのものということで、未だに人気があります。このようにですね、アンダースラングのネックがついていて、トーンホールが下にね、ここにこういう風についてます。こう中を見るとですね、はい、二重になってますね。これダブルソケットと言いますが、キングのシルバーソニックのいい時期にもこのようについております。マイクロチューニングデバイスというこういうのがあって、これ実はあのこう回すとですね、長くなったり短くなったりするんですね。オールドトーンホールといってね、カーリングしてる部分がありまして、これであの担保のね気密性が高まるということで、まあ結構音にもね、あの影響あるっていうことで、私は結構好きな機構ですね。G シャープキーに、このトリルキー、弦高楽器にはね、見られないものですが、まあ昔はこういうのが付いてたりとかですね、いいところが、たくさんある楽器になります。これのテナーに当たるのが 10M というやつですね。それはレスタ M が使用していたことで有名です。12M になると、ジェリーマリガンがね、あの使用していました。コーンのね、一番こう有名なモデルなんじゃないでしょうか。コーンをこう、購入する方はこの8スタンプがあるかどうかっていうのを確認していただけると、まあいいものが手に入る確率がねすごく上がるんじゃないかなと、うん、思います。すごくこうブリ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 とあの太くて力強い音ですし、ソフトにも出せるし、あの雑味もですね結構あって、独特の響き方のする楽器ですよね。マーク6とかよりもなんかこう木管的なね、ぬくもりあふれる、ぬくもりティあふれる音が出てると自分は思います。セルマ苦手なんだよねとか、ちょっと個性が欲しいんだよねとかっていう方はこちら購入するのもいいかもしれませんね。今回はね、銀メッキで、しかもあの内側がこうちょっとこう金メッキかかってる最高機種みたいな感じの扱いなんですかね。当時はね、当時にしてはかなり手がね込んでるあのモデルなので、なかなかあのお目にかかる機会はないと思うんですけれども、出てたらですね試してみるといいと思います。すごくいい音がねしますからね。こちらだいたいあのオリジナルラッカーのもので35万とか40万円とかでお店とかで売ってるんですけれども、現行品に40万円とか出すんだったら、ジャズだけやるんだったらこっちの方が魅力的なね、あの音がするかもしれません。ただあのその時には気をつけなきゃいけないのは、あのだいぶ機構がこのようにね、あのテーブルキーとかも違いますので、慣れるまであの時間かかるんですけど、まあ、ちょっと吹けば慣れてくるので大丈夫かなという気はしますね。ということで今回はね、 CG コーンの 6M の8スタンプというね、一番いい時期のコーンをお届けしました。またね。Thank you.